皆さんこんにちは、サラリーマッチョの西です。今ですね、東京に来ておりまして、ちょっとレンタルジムをお借りして撮影をしております。はい、今日も視聴者さんから質問が来ております。はい、ニッシーさんが筋トレを始めて約7年間で体重を20キロほど増やされたと話をお聞きしました。はい、大きくなるコツ、増量をするコツ、何か秘訣があればぜひ教えてください。了解です。まず公式 LINE にですね、私が7年間8年間で20キロ増やした方法というセミナーを実際させていただいているものを無料プレゼントをさせていただいてますので、そちらをまずね見ていただくと、かなり1時間ぐらい結構濃いあの有料セミナー、そちらをぜひ見ていただきたいなと思うんですけれどもですね、今回はそれとは別で今最新のこうアップデートして何か皆さんにお伝えできることがないかなと考えた時に、ちょっと新しいねポイントを一つ言語化することができましたので、それを皆さんにお伝えしたいと思います。で、このテーマを話すにあたって、お前そんなでかないやろというご意見もあるかと思うんですけども、実際私もこの今 FWJ でグラシックフィジーク出てるんですが、私と同じクラスの方々、プロになられてる方々と比べると全然細いです、正直なんですけれども、元がね、はい、こんな感じですね。ベストボディでも自分が細すぎて勝てないような時からですね、今ね、クラシックフィジークで長い間にもこうリージョナルとかで優勝とかできるところまで、だいたい筋肉ね、20キロぐらい増えたということで、その変化具合、ビフォーアフター具合でいくと、才能がただあったから変わったというわけではないんじゃないかなということで、再現性の部分で皆さんに参考になる部分があるかなと思います。基本的にはハードに鍛えて、いっぱい食べて、しっかりと休むという三原則ですね、があるんですけれども、皆さん一生懸命鍛えてて、で一生懸命食べて、そしてしっかりと、まあ、寝る、休むということはされてる前提で、その上でなかなか体が大きくなっていかないという方に向けたお話を今回させていただきたいと思います。なので、まずね、体大きくならない、でも筋トレしてないんだったら筋トレしましょうというのが前提なんですけども、要はやり方の部分で、なぜまず筋肉が大きくなるか、これちょっと紐解いていきましょう。筋肉っていうのは、まあ、これもいろいろ諸説あってメカニズムは完全には解明されてないんですが、基本的には応対反応といいますか、環境に適応しようとして筋肉が大きくなるんではないかと。例えばこう強い刺激をこう与え続けられて、もう生命の危機を感じた場合に、それに防御反応として筋肉をでかく強くしていって、それに対処しようというところが脳のメカニズムとしてある。例えば競輪選手はね、みんな足が太いっていうのは、もちろん足が強い方がもともとやられているっていうのもあるけれども、やっぱそれ競技場ね、いっぱい足を使うから自然とそれに耐えるために強く太い足になっていくとか、水泳の選手が肩幅が広い逆三角形の方が多いのは、もしかしたらそういう方が有利だからそういう人が残ってるだけっていうこともあるかもしれないですが、基本的にはよく使ってよく鍛えて動かしている部分っていうのは筋肉は発達していくと。なので例えば昔のボディビルダー、有名なアーノルド・シュワルツネッガー、ショック・ザ・マッソー、筋肉にも刺激を与えると、それにショックを与えて、それによって筋肉がびっくりして、これは強くならなあかんということで筋肉が大きくなったということで、このショックを与える、このショックっていうのをより紐解いていくと、まあ、トレーニング強度、こういったものに言い換えられるかなと思います。でこのトレーニング強度、これが足りてないから、皆さん体が、要は脳がそんな大した刺激しちゃうなと、じゃあこの程度で栄養というのが今の体です。なのでトレーニング強度を上げていきましょう。トレーニング強度っていうと何を思い浮かべますか？重量。重量、はい、まあ、重量出ました。重量をかける回数。回数、そうね、もう素晴らしい教科書通り、重量、回数、あとは回数と似てるかもしれませんが、頻度。ああ、頻度完璧ですね、うん、重量、回数、まあ、セットも含めますね。で頻度、あとは1回あたりの緊張時間。わあ、もうさすが私と一緒にいるから完全に同じ脳みそになってますね。そう、緊張時間、TUT と言います。これはなかなか今普通のこの文脈で出てこないものなんですが、私なりに考えているところで、筋肉の緊張時間、要は一瞬だけ、強い重さを耐えるよりも10秒間に耐える方が筋肉のダメージがいきますよっていうのと一緒。ゆっくり上げる方が、ゆっくり耐える方がスッと下ろすよりも負荷が強い、それと同じです。なのでそういう緊張時間も強度の一つになります。さらにここまでは私今まで言語化してた、さらにもう一個筋肉に対する強度を上げる、ここが今回のテーマです。これをこうなんですかね、もう何ならこう線引いて分母に何かがあるんですよね。これによって筋肉の強度、トレーニング強度っていうのが変わってくるんですよ。対筋肉に対して、対象筋に対して、これ何でしょう？意識。意識、おお、もう70点ぐらい、本当にその通りでですね、私はこれを分離度っていう風に捉えたんですけども、これどういうことかというと、ではベンチプレス100キロあります。で100キロを何回、何セット、頻度で、筋肉の緊張時間もあるんですが、それが本当に大胸筋を大きくするのに向いてるかどうかというと、それは大胸筋どれだけ意識を持っているかでもあるし、分離度としてどれぐらい対象筋で分離して負荷が乗っているか、これが大事です。要はその動作をどれだけやって、一生懸命これだけこなしました、これだけのボリュームやりました、これだけの重量上がりましたと言っても、それが
対象筋に入ってなかったら意味がないんですよね。なのでこの分離をいかに効かせるかという部分がですね、非常に重要になってきます。はい、ということで今新しくできたこの分離度、まあ、これはよく出てくる言葉の中では、例えばボディビルダーとかフィジーク、スポーツモデル、いろんな分野で実際に鍛え上げた体のパーツパーツセパレーションだったり、そこをまあ分離度と言ったりします。足をバッた時に方向筋が出るとか、小筋が出るとか、外側だとかっていうふうに筋肉が分かれていることがまあ分離度というのを表現をするんですけども、ここでいう分離度というのは、例えば胸を鍛えた場合にいかに胸の割合を増やすか、三角筋、例えばサイドレースをやった時にいかに背中だったりとか前腕の力、いろんな力を排除していかに三頭筋で上げるか、まあ、この部分を分離度と今言ってます。ではその分離度だよと言っても、あ、そうですかという話だと思うので、ここからいかにこのマッスルマインドコネクション分離度をですね高めていくかというところを今回お話ししたいと思います。小林さん、弱点というとどこです？胸ですね。じゃあ胸いきます。胸いかに、まあ、要は重量を伸ばす、重量を上げていくとか、よりストレッチさせるとか、まあ、いろんな取り組みがあると思うんですけども、一つ胸の感覚を良くするというですね、いかにこう胸に乗る感覚を得るか。でここで大事なのが重量の変更、基本的にはトレーニングの強度を上げようっていうふうにすると、基本的にオーバーロードなんです。皆さん大原則オーバーロード、いかに 1g でね重いものを毎回上げていくかっていうところがトレーニングの基本原則なんですけれども、こればっかりやってるとどこかで伸び悩みます。その理由っていうのは筋肉の疲労だったりとか、腱形の神経の疲労だったりっていうところもあるんですけれども、もう一つはマッスルマインドコネクションが育たないというところがあります。なので、例えばプロの選手だったりとか上級者っていうのは結構重量を変えたりとか、ピリオダイゼーションというふうにして重いものを持つ時もあれば、軽い重量で回数をこなすような時もある。それというのは体の回復っていうのもあるんですが、そこでトレーニングのフォームの見直し、効く感覚っていうのを定期的にやっていくことで、その感覚を得たまま、その感覚で重量を上げていくという取り組みをしているわけです。では具体的に私がじゃあ胸のトレーニングでどういうことをやっているかというと、一つは僕のマンデルブロトレーニング、山本先生式なんですけども、刺激を変えていくっていうようなところがメインで山本先生もやられて言われているんですけれども、私はそれプラスアルファでフォームの確認っていうのを軽重量でやっていくことで、ここで胸が効くんだなっていう感覚が得られますし、この一つポイントになるのが、私はポジティブの動作なんですよね。これどういうことかっていうと、基本、まあ、ネガティブ大事って言われるじゃないですか。ただ筋肉の効かせるときに、やっぱ一番わかりやすいのっていうのは、ネガティブでこう耐えてるときにブチ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 っていう風に大胸筋が引っ張られる感覚っていうのは皆さん得やすいと思うんですよね。でこれがファーストステップ、あ、これでうわ大胸筋効いてるわっていう風になって、あ、筋肉痛来てるわ、筋肉痛来るわっていうのが、まずファーストステップです。でそこでみんな止まるんですけども、要は多分ムレさんも例えば筋肉痛来たこと全然ありますよね。でこれができるとだんだん筋肉が起きてた。でそこで一定の伸び悩みになったときに、次に差になるのはどういうポイントかっていうと、自分で収縮させた時にそれで胸が8切れんばかりに収縮するかどうか、ここがただ動作をうって上げるだけなのか、もう動作の途中から胸がもうパチ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 ってこう収縮して、痛い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 ってなるぐらいまで収縮できるかどうか、これは例えば右手と左手が利き手、利き手じゃない手がどれぐらい強い力に握れるかとかに近い、橋をうまく使えるかどうかに近くて、ここが神経が通っているかどうか。なので胸の神経があんまり発達しない状態で動作する人と、もう胸をやった瞬間にもうブチッと動かせるような人のワンレップの質で全然違うんですよ。同じ重量を持ったとしても、胸の意識で上げられる60キロと全身を上げる60キロ全然違うので、ここをまず鍛えていく。でそのためにはまず軽い重量で実際にフォームを確かめながら、胸の負荷を抜かないということをまず意識する。負荷を抜かずにずっと動作をするという癖をつけるということ、そして、レップのスピードですね、ペースをちょっとね丁寧にゆっくりやっていく。そしてしっかりと動作のこの反動ですね、この反動を使って上げる動作で収縮してしまうと、これ収縮しないんですよね。結果的に収縮するだけで、反発を使う分しっかり収縮しきれずに、動作が先に来て収縮が来てる感覚が近いのかなっていうのはなくて、収縮した結果ダンベルが上がっていくっていう順序にしなきゃいけない。ここが例えばバン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 重量を上げるようなことをしていると、どうしてもこう全身で連動してこの溜めたエネルギーを爆発させるような意識やっていくと、先に胸が爆発する前に全身で爆発させて、その勢いを使って胸が収縮しているっていう感じになってしまう。これちょっと私の感覚値なんですけど、実際そんなことないと思うんですけど、なんとなくこの爆発したエネルギーを使ってこうついでに胸も収縮している感じなんですけども、そうじゃなくて理想は胸が爆発して収縮した力でこうダンベルバーベルが上がっていく感じ。これはしっかりと丁寧に動作を行って、基本的に、ね、高重量最終的に上げていくときにはバンバン爆発的にレップするっていうのはすごく大事なんですけども、練習として、練習というか刺激を変える意味でも、ゆっくりと上げる、ゆっくりと上げてしっかりと胸で収縮させながら上げていくっていうことを練習していくと、動作の中で胸を使うっていう意識がすごく強くなります。でそういった収縮のポイントっていうのをやると、最大収縮、特にグーッと最後まで絞り切る、これ背中も一緒です。ただ引くんじゃなくて、本当に骨盤と肘がもう本当にぶつかるぐらいまでグーッ
ューって収縮する。この感覚が得られると何をしても攻撃に入るし、何をしても胸に入る。なので皆さんネガティブすっごい大事なんですけど、それと一緒に合わせてポジティブ、特に最大収縮をしっかりと意識することができると、そこの絞り切ったところから伸ばすネガティブが本当に効くんですよ。あまりの絞り切ってない状態からのネガティブよりもこの緊張時間も違うし、刺激も全然違うので、すごく劇的にトレーニングのパフォーマンスが上がる。そのポイントが、収縮でしっかりと絞り切ってあげるということかなと私は思っております。今のお話ですと、はい、まあ、一つの種目の中で重量を落としてあげて丁寧にやることで意識を高めていくということだと思うんですけども、はいはいはい、種目を変えて意識を高めるために、うん、メインの種目に入る前の、うん、ウォーミングアップ的な要素で使える種目で何かいいものはありますでしょうか。これはですね、例えば胸であればケーブルが一番、背中もケーブルなんですよ。で、例えば胸の場合ケーブルクロスオーバーという種目があるので、まあ、理想はインクラインベンチとか使ったりして、ベンチに背もたれを使うとより体の他の筋肉の関与を全て減らすことができるので、一番はケーブルでかつベンチを置いてその状態から動作するのが一番です。ただまあそれがなかなか事務的にね、そのベンチ動かすとか難しい場合っていうのは普通のケーブルクロスオーバーって言うんですけども、そこでしっかりとただシャッシャッシャッてるんじゃなくて、しっかりと胸で収縮してビリ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 ってもう 筋線が切れるような感覚っていうのが私は結構あって、その感覚があってから胸っていうのが結構熱くなった気がします。でそういうこう動作をしながら胸の収縮で結果的に腕がこう寄っていくっていう順序でやっていく。で背中も、ワンハンドのケーブルのプルダウン、ケーブルを使って、まあ、下に山本先生に教わったサイドプルダウンとかそうなんですけど、ケーブル持って片手ずつ引いていく。この時にしっかりと肘を骨盤の方まで最大限収縮していく。そこで最大収縮してこれは解放してネガティブ上げる。これをこうスパン、この何ていうんですかね、勢いですって下ろすのともう全然意味が違ってくるんですよね。ギュッて絞ってそこから徐々にほどいていく。これがギュッてやってそのパッて言うのじゃなくて、伸ばすためにも縮める、この振れ幅、これが伸ばす縮む最大収縮最大伸展の本当に似合いなので、筋肉が伸ばし縮める、この伸ばすばっかりやっていてもいけないなというのが、まあ、ここしばらくの私のトレーニングの取り組みの改善点としてあって、今までも自然とこう定期的に重量を変えていくときにやってたことだなということで、分離をですね、皆さんも意識していただくといいんじゃないかなと思います。これは私が長年ですね、こうなんでこうみんな同じことをしてて筋肉の成長の差があるんやろって時に、若い人ってトレーニング上手いですよね。そのトレーニング上手いっていうのをよりこう因数分解していくと、結局効かせられるところに効かせられてる。そうじゃない人はやっぱりそのなんか雑なトレーニングになってしまう。その雑っていうのは結局分離度が低いんですよ。なんで、あ、どこのトレーニングだろうという時に、あ、全身使ってやってるねと、まあ、効いてる感じしないねと本能的に分かるから雑なトレーニングという表現なんだ。逆にトレーニング上手い人っていうのは、なんかすごいけどフォームが綺麗とかっていうのもあるんですけど、しっかりとなんか胸に入ってそうな感じがするんですよね。胸で上げてるっていう感じ。なので、そこが一つトレーニングの質を上げるポイントなんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん、でかくなりたい時に思いっきり重量を上げるのもすっごく大事で、オーバーローもすっごく大事なんですけども、そこに一つね、この分母にですね、この分離度っていうのがあるのも考えた上でトレーニングをやっていただくと、ちょっと一歩下がって、またグッと上がっていくきっかけになるんじゃないかということで、ご参考にしていただければ幸いです。今回はなかなか体がでかくならない方への処方箋として分離度というテーマでお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。重ねて私公式 LINE に載っておりました。そちらで今回でかくなるためのこのバルカップセミナーというのを有料でやっているものを今回無料でプレゼントさせていただいておりますので、まだお友達登録してくださってない方はですね、ぜひ友達になってやってください。私のチャンネルですね、こういった形でフィットネス関連の有益な情報を定期的に配信しておりますので、ぜひチャンネル登録も合わせてお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。限界は超えられる。No limits。You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it.